今日は立冬です。県内は朝から冷え込みました。妙高市の燕温泉では今シーズン初めて積雪を観測し、紅葉が終わりかけた山々に白い雪が舞いました。妙高山のふもと、標高およそ1100メートルの燕温泉では午前8時時点で2センチから3センチ程度の雪が積もっていました。地元の温泉組合によりますと、昨夜からの冷たい雨が明け方に雪に変わってきたということです。燕温泉での積雪は例年より2週間程度遅いということですが、紅葉もやっと終わりそうになってきたんで、雪もそろそろ来るんじゃないかなと思ってましたんで。近くの黄金の湯ではハワイからの旅行客が雪と露天風呂を楽しんでいました。It's snowing. It's amazing. No snow in Hawaii. Look at it, it's beautiful. It's the only place like it. I mean, it's up the mountains, the first snow, it's like the perfect synchronicity. 今日は県内すべての観測地点で最低気温が一桁となるなど寒い一日でした。明日は天気は徐々に回復しますが、寒気の影響で冷え込みは残る見通しです。